皆さんこんにちは。今回はモーションブラーについて解説します。モーションブラーとは、動いている対象をカメラで撮影した時に生じる被写体のブレのことです。カメラのシャッターが開いている間に動いた物体は流れて映ります。なのでカメラのシャッタースピードが遅いとブレも大きくなります。シャッタースピードが速いと被写体がブレていないので不自然に見えます。人間の目もカメラと似たような構造で動きを認知しています。人間の目をカメラのシャッタースピードに例えるのは難しいですが、カメラと同じように焦点の合わない物体はボケて見え、動いているものはブレて見えます。私たちの脳は、動いているものがある程度ブレていた方が自然に感じます。 AE ではオブジェクトにアニメーションをつけても、デフォルトではモーションブラーがかかりません。モーションブラーがないと、どこかカクカクとしたぎこちなさを感じます。なぜなら、実際に動いている物体をカメラで撮影した場合に生じるはずのブレがないためです。モーションブラーがかかっていないと、人間の目がブレのないことを見極めてしまうために違和感を持ってしまいます。 AE のモーションブラーはコンポジション内のレイヤーの動きによって作り出される画像のブレです。速いアニメーションを設定したレイヤーほどモーションブラーの効果が大きくなります。このモーションブラースイッチは AE 内のトランスフォーム、位置やスケール、回転などにアニメーションをつけたものについてブラーをかける機能です。まずこの CG は扇風機の羽の回転にエクスプレッションでアニメーションさせています。羽のレイヤーにモーションブラーがかかっています。モーションブラーのオンオフで見比べてみましょう。同じアニメーションのはずですが、オンの時の方がスムーズに羽が回っているように見えます。アニメーションを停止するとモーションブラーがかかっているのがよくわかります。この CG はテキストのスケールにキーフレームを打ってアニメーションさせています。見比べてみましょう。テキストが大きく動いている部分ほどモーションブラーが強くかかっています。このサッカーボールはエレメント 3D でインポートしたサッカーボールの位置と回転にキーフレームを打ってアニメーションさせています。見比べてみると、やはりモーションブラーをオンにした方がリアルに見えます。実写と合成した場合、モーションブラーがないと違和感が出てしまうでしょう。モーションブラーを有効にすることで臨場感やスピード感が増します。モーションブラーをかけることは、よりリアルな映像に近づくということです。 AE でモーションブラーをかける方法はいくつかありますが、まず一番最初に基本となるモーションブラースイッチについて説明します。モーションブラーをレンダリングするには、タイムラインパネルの一番上にあるモーションブラースイッチをクリックします。青く点灯したらスイッチがオンになっている状態です。このモーションブラースイッチはアニメーションのキーフレームやエクスプレッションで動きをつけないとブラーはかかりません。人や物が動いている映像にモーションブラーをかけるものではありません。タイムラインパネルにスイッチのアイコンが表示されていない場合は、タイムラインパネルの下部にあるスイッチを表示ボタンをクリックします。次に一つまたは複数のレイヤーのモーションブラースイッチを選択します。スイッチをオンにしたレイヤーにモーションブラー効果がかかります。今オンにしたレイヤーは扇風機の羽部分のレイヤーです。ここで注意したいのが、各レイヤーのスイッチがオンになっていても、右上のモーションブラースイッチがそもそも青く点灯していなければ、このコンポジションでモーションブラーの効果はかかりません。モーションブラーが適用されたレイヤーのキーフレームを調整すると、それに合わせてモーションブラーも自動的に調整されます。モーションブラーの設定でボケ方を調整できます。これらのコントロールはコンポジション設定ダイアログボックスのコードタブに表示されます。コードタブからモーションブラーを細かく設定できます。シャッター角度はカメラでいうシャッター速度、
大きいほどシャッターを開けている時間が長いので、ブラーのボケ足が大きくなります。シャッター角度をゼロにするとモーションブラーがなくなります。シャッターフェーズはシャッターが開くタイミングです。数値が大きいほどシャッターを切るタイミングが遅くなるので、ブラーのかかるタイミングが早くなり、なしの状態よりも進行方向へシフトします。フレームあたりのサンプル数はブラーのサンプルの数、物体の速度に応じてサンプル数を制御、設定によって見え方が違うので見比べてみましょう。サンプル数が増えれば当然レンダリングの負荷が大きくなります。他に AE でモーションブラーをかける方法を紹介します。 CC フォースモーションブラー。通常のモーションブラーの設定はコンポジション設定のコードタブで調節しますが、これでは同じコンポジションでは設定が一つしか使えません。通常のモーションブラースイッチだとこのように複数のレイヤーに同じ設定でしかモーションブラーをかけられません。レイヤーごとにモーションブラーの設定を変えたいときに CC フォースモーションブラーを使います。使い方は簡単です。レイヤーに直接エフェクトをかけるだけです。エフェクトから時間、 CC フォースモーションブラー、エフェクトとしてブラーをかけたのでモーションブラーのスイッチはオフにしましょう。エフェクトコントロールパネルでシャッター角度を赤は720、黄色は360に変更します。このエフェクトを使用すればレイヤーごとにモーションブラーのかかり具合を変更することができます。ピクセルモーションブラー。動画にモーションブラーをつける AE 標準のプラグイン。これまで紹介したモーションブラーは AE 内でつけたキーフレームやエクスプレッションに対してモーションブラーをかけましたが、このピクセルモーションブラーは撮影済みの動画を解析して動いているものと動いている方向を判別してピクセルに対してモーションブラーを後付けできます。 AE の標準エフェクトであるピクセルモーションブラーを適用します。タイムラインで上に新規調整レイヤーを配置し、エフェクトから時間、ピクセルモーションブラーを適用してみましょう。設定の項目はこのような感じです。シャッター角度とシャッターサンプルで調整できます。動画を解析して無理やりモーションブラーの効果をかけるので、とても計算に時間がかかります。このまま書き出して元の動画と比較してみましょう。停止してみるとモーションブラーがかかっているのがわかります。リールスマートモーションブラー、サードパーティー製のプラグインです。ピクセルモーションブラーの上位互換と言っていい有料のプラグインです。ピクセルモーションブラーと同じように出来上がった映像を解析してモーションブラーを後付けできます。ピクセルモーションブラーよりも高速で美しいブラーがかかります。動画全体の中から動きがある部分だけブラー効果をかけることが可能になります。リールスマートモーションブラーのプロ版では 3DCG ソフトで生成したモーションベクターのデータからより精度の高いモーションブラーをつけることができます。モーショングラフィックスを作成している会社なら基本的に使用していると思います。私も必須のプラグインとして昔から使い続けています。今回はモーションブラーについて解説しました。決してモーションブラーは何でもかんでもかければいいというものではありません。視認性の観点からモーションブラーをオフにすることもあります。他にもイラストやシェイプなどのモーショングラフィックなどはモーションブラーをつけないで、あえてポップさを大事にする表現もあると思います。実写合成など CG アニメーションにおいてリアルさを求める場合、モーションブラーの再現は重要であり、多くの CG アニメーション制作のソフトウェアには効率よくブラーを生成する機能が搭載されています。ただし共通して言えることは、美しいモーションブラーを得ようとするとレンダリングの負荷は大きくなります。ぜひ皆さんもモーションブラーを使っていろいろな表現に使用してみてください。今回の動画はこれで終わりです。
ご視聴ありがとうございました。